どうも、高田桃です。なんか都市伝説を聞いたんですけど、マックのポテトのサイズが全部一緒らしいんですよね。本当？って思ったんで、それを検証していきたいと思います。まずは都市サイズから。ちょっと落ちちゃってるな。これは どこに入ったんだろう。これ S かな。でも S 倒れてたもんね。 S サイズ、なんか違う、入った。こっちにもあった。じゃあまずは S サイズから数えていきます。1、2、3、4、5、6、57。結構入ってるんだね。これさ、じゃあ M とかなったらさ、もっと入って、あ、じゃあ同じなんだよ。同じだから数えてるんだった。じゃあ S サイズは57本。じゃあちょっとこれは、うわ、これ数えるの大変。57だっけ。見えないよこれ。いや、とりあえず数えます。1、2、7、88、89。違う。ただでも、もしかしたら M と L 同じかもしれないもんね。油がすごい。じゃあ L サイズね、いきまーす。1、101でした。はい、数え終わりました。頑張った。というわけで表にまとめました。 S が57本、 M が89本、 L が101本です。で、このね、ここが値段なんですけど、57本で150円、89本で280円、101本で330円なんですよ。入れる人によって誤差はあるかもしれないけど、もうはこれだったんです。ちょっと気になったんで、1本あたりの値段を出してみました。じゃーん。 S が1本あたり 2.6 円、 M が 3.1 円、 L が 3.2 円でした。ということは、 L を1つ買うよりも S を2つ買った方がお得だよっていうことになりました。参考にしてみてください。というわけで、世の中にはそういう許せないことがたくさんありますね。というわけで、高田がこれからもそういうことを切っていきたいと思います。以上、高田桃でした。あ、かしこ。バイバーイ。